はじめまして、こんばんは。いつも楽しく見ています。先生に質問です。愛知県公立高校の入試には採点基準などがありないでしょうか？特にここの要約や英語の自由英作は採点が難しそうですが、もしも高校ごとに若干違うのであれば、来年度からの一校受験になると高校をまたいでの採点も複雑になるのかなと思いました。っていう質問なんですけども、これについてちょっと答えていきたいと思います。僕の英語を教えてくれてた先生がね、塾の先生が、実は公立高校受験の英語の、担当してたんですよ。そのしかも英語の統括をしてた先生で、結構お偉いさんだったんですよね。その先生が、塾の先生になってめちゃくちゃ有名になったんですけども、でその方が言ってたことをそのまま言うと、基本的には模範解答みたいなものがあるんですよ。でキーワードみたいな、この単語を使ってほしいとか、こういった書き方をしてほしいっていうのは、共通としてね、やっぱあったりとかします。もちろん一人一人の採点によるので、裁量というか一人一人のね採点っていう形なので、どうしても 100% 同じっていう形にはならないんですけども、こういった書き方、こういった用語、そういったものっていうのは結構最初の段階で考えられてるそうなので、それが入ってれば OK っていう感じですかね。あとは、もしね、ちょっとこれ合ってるか間違ってるか分かんないみたいなものってやっぱあったりとかするんですよ。そういった時はどうなるかって言いますと、先生たちの会議みたいなもので決まるそうです。そこで、あ、これは大丈夫ですかね、これはいいですかねって言って、あ、もうこれはダメですよっていうので決まるみたいです。なので一人の先生が全部判断するわけではなさそうです。一応ね、全部がね、同じ採点になるかって言われたら、それはもう大学受験も一緒ですよ。大学受験の数学なんて、誰が採点してんだっていうような量を採点してもらってるんで、基本的に言うと、100% 同じっていうのは無理ですよ。無理ですけども、ただ、こういったキーワードとか、こういったものを書いてないと点数にならないとか、そういったものはあるので、あまり気にされなくてもいいかなと僕は思います。